うん。次の質問に行きます。お酒は飲んでないの？最近のおすすめのお酒は？って聞かれたんですけど、今はビール飲んでます。で、めっちゃ久しぶりですね、これ。にゃー。節約のためにお酒を飲まないようにしてますね。飲まなくても死なないじゃないですか。お米は食べないと倒れちゃうけど、だからお酒はちょっとね、あんまり飲まないようにしてますね。行ってみたい都道府県、旅行に行くならどこがいいですか？私飛行機乗れないんですよ、なんか怖くて。で、新幹線もなんかできればあんまり乗りたくないので、あんまり旅行に向いてないんですよね。でも新幹線に乗るとか飛行機に乗るとかをちょっと横に置いといて考えると、寒いところの方が好きですかね。なんか食べ物も美味しいっていうイメージがあるし、だからあっちのこう雪がゴンゴン降る方に行ってみたいですね、いつかは。はい。住んでるところは、住んでる都道府県は どこですか？と、コーヒー派ですか、紅茶派ですか？とね、どっちも飲みますけど、朝はコーヒー飲みます。でもインスタントコーヒーですけどね。たい焼きはどこから食べますか？たい焼きは尻尾から食べます。と、一人暮らしで食事に困っています。コンビニで覚えられるのが嫌です。どうしたらいいと思いますか？ですね、一人ぼっちの動画を出してから、自分も一人です。私も一人です。一人暮らしですってコメント入れるってくれる方がすごく多くて、なんか一人じゃないなと思って、皆さん頑張ってるなと思って、私も頑張るって思ってるんですけど、まあ、その中で、やっぱり男の方ってなかなか今までご飯作ってきてないし、急にご飯って言われても、なかなかね、ご飯ってなんかこう毎日のことだから、例えばキャベツ買ったらキャベツ1回で食べきれないから、それをこうやっていくっていうの大変ですよね。で、やっぱでどうしてもこうコンビニ行きがちになっちゃって、そうするとなんかコンビニで覚えられちゃったりとかして嫌なんですよっていう話だったんですけど、なんか今ってテレビでもよくやってるんですけど、なんかこう作り置きをこう作りに来てくれるとかいうのあるんですよ。例えばなんか家政婦の紹介所みたいな、まあ昔で言うと家政婦の紹介所、今もいろいろなんか手の空いたお母ママさんがなんか登録してる派遣みたいなのもあるんですけど、そういうところで例えば3時間くらい買い物と作り置きとみたいのをお願いして、おかずをこう作り置きおかずを作ってくれるっていうシステムがあるので、でもそういうのをなんか利用してもいいんじゃないかなと思いますね。やっぱりこう買った食事ばっかりだとなんかあんまりで体にもそんなに良くなさそうなので、実際のちゃんとこう野菜とか買ってきてくれて、何日分かの作り置きのご飯とかを作ってくれるので、まあね、なんなら私がバイトで行きたいぐらいなんですけど、なんかそういうシステムもあるので、ぜひ調べて利用してみてください。はい、次です。あとなんか男女系の恋愛の話の質問が結構あったので、まずですね、男女の友情はあると思いますか？私同性の友達もいないので、男女の友情がねあるかどうかね、ちょっとね私には分かんないです、すいません。で、その男女の友情の話で、ハード的なつながりがなくても本当に心の許せる男の親友っていうのはありえますかって聞かれたんですけど、だから男性の親友っていうのがありえるのかっていうのちょっとね正直分からないんですけど、でも
なんかこう例えばコメント欄でのやり取りってまさに文字だけじゃないですか。会話はしてないんですけど、で私以前はそういう文字だけのやり取りとか、例えば顔を見ないでやり取りする人間関係っていうのを全くしたことがなかったので、いやそういうことでなんかつながれる、心が分かり合えるっていうのはちょっといまいちピンときてなかったんですよね。なんかでもこうコメント欄でコメントいただいたり、返信させていただいたり、またコメントいただいたりで、私 YouTube 始めてから5、6、7、8、9、10、11、8ヶ月なんですけど、結構長い間ずっとやり取りさせていただいてる方とかもいて、なんか顔とか全然もう分からないし、どういう方とかも分からないんですけど、なんかそういう気持ちがやっぱり生まれてることに気がついて、だからそういうことってあるんじゃないかなって思ったりもしますね。なんかすごく本当一行の言葉にぐっとつかまれて、そして癒されることっていうのがすごくあるんですよ。なんか自分がこううってなってた時にいただいたコメント見て胸がいっぱいになって泣いちゃったこともありますし、だからそういう友情みたいなものって男女でどうっていうのはちょっとわかんないんですけど、なんかそういうことってあるのかなってちょっと思ったりします。はい、次はバイク乗りはどう思いますか。バイクに限らず、バイク乗る人、車乗る人、何かこう運転できる人、例えばドローンでもいいし、まあ、マリオカートでも何でもいいんですけど、運転できる人はすごいかっこいいなって思います。私運転免許持ってるんですけど運転できません。なのですごいなって思います。視聴者と会うことはできますか。これさ、どう、あ、会ってみたい人はいっぱいいますけど、どうやって会うのかなと思って、例えば明日渋谷の西部にいますねって言ったら皆さん来てくれるのかなとかって思ったりしました。ちょっとやってみようかな一回。明日渋谷西部の中うろうろしてますって言ってみようかな。なんか面白そうですね。はい。で、今後男は必要ですか？それは彼氏としてですか？旦那としてですか？それはね、私の今後の、なんていうのかな、必要なのかなっていうのがわかんないです、まだ。自分が必要とするのか、みんなは、っていうか周りの人は寂しいわよ、もう作んなさいとかって、今しかないわよみたいな、もっとどんどん老けてったらもう無理なんだからって言うんですけど、それはね、わかんない。と付き合うなら年上、年下、同年代、どれがいいですか？イチャイチャしたいですか？だからね、この辺もね、わかんない。イチャイチャしたいなーっていう妄想は今のところはね、ない。カスカスだから。ないのよ、これがね。そんなこと考えつかないんだけど。でもそういうふうにまた思ったりするのかなーっていうのはわかんないです。だからもしそんな気持ちが生まれてきたら、もちろんご報告します。で、好きな男のタイプはって聞かれたんですけど、好きなタイプね、わかんないんですよね、私ね。好きなタイプと、なんかこう、好き、まああんまり、そんなに好きになったこともないっていうのもあるんですけど、だいたい好きになるときは、じわじわ好きになるっていうより、なんか、急にキュンってくる感じですかね。だから、別に背が高くても背が低くても太ってても痩せててもおじいさんでもピチピチでもどうこうでなきゃいけないっていうのはなんかないですね。つまんない答えで。金はあるが髪はない、誠意と律儀だけはあるのは OK ですかって聞かれたんですけど、そんなの OK に決まってんじゃないですかね。誠意と律儀さがあったらもうなんかオール OK じゃないですかね。そんな
私にとって OK ですかって聞いてくれたのかもしれないですけど、もうね、私どころじゃない素敵な人が捕まりますから、絶対大丈夫です。はい。彼氏はいますか？いないに決まってるじゃないですか、もう。捨てられほやほやなんですよ、私は。で、自分とご飯行ってくれますかって聞いてくださった方がいらっしゃるんですけど、ご飯、私、全く知らない人と出かけるのは怖いので、履歴書を送ってください。ですね。あ、これ忘れてた。まだ質問ありました。その男女の質問じゃなくて。娘さんの好きなところはどこですか？優しいところです。果てしなく優しいところです。うちの娘は優しい子です。一番大事にしている人は誰ですか？それはもう娘です。一番頼りにしている人は誰ですか？それはもう娘です。こんな感じかな。なんか、その男女系の恋愛の質問の中に、なんか会ってくれますかとか、愛人希望ですとか言ってくださる方がいたりとか、あと、なんかコメントで、50代に見えないですねとか、お綺麗ですねとかって言ってく、こういうコメントがありまして、いや、お綺麗ですねって、いやいや、顔見えてないだろって、そのたんびにこう、コメントに向かって、いや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 、モザイクかかってるぞって、ついつい言っちゃうんですけど、なんかまあ、私、古い動画ではね、言ってるのでね、前から見てくれそってる方は知ってると思うんですけど、私、生まれてこの方、モテ期っていうのが来たことなくて、なんかこう、好きです付き合ってくださいとか、なんか、なんとかくんがなんか好きだって言ってたよとか、可愛いって言ってたよとかっていう、そういう人生をちょっと経験したことがないので、まあ、モテません。なので、それで、多分、モザイクかけたりとか、フィルターをこの、これもフィルターね、かかってるんですよ。肌が綺麗に見えるようにね。だからそれがちょっといい感じに、ちょっと誤解させてしまってね、やっぱり私も女なんで綺麗に、ちょっと動画撮りたいじゃないですか。だからちょっとなんかこう、おかしな感じになってるの。動画こうピッピッて切っちゃうので、だからちょっと誤解を与えてると思うんですよ。だけど、そのおかげで、なんか一生分の褒め言葉をいただいて、本当に大変毎日なんか幸せな思いでいっぱいです。ありがとうございます。でも決していい気にならずに、現実知っているので、私は自分自身のことを知っているので、いい気にならずに、これからも頑張っていきたいと思います。と、最後に来年は、どんな年にしたいですか？来年は、毎日笑っていられるような一年にしたいです。とにかく、なんかね、先のことはもう考えてもわからないので、まあ、こんなね手取り十数万っていう少ないお給料で猫さんと一緒にやっていくって思ったら不安なんですけど、そんなこと考えててもしょうがないので、一日一日なんか嬉しかったこととか楽しかったこととか幸せだったことを一日一日大事にしていって、一つ一つ感謝して、毎日笑ってられるような一年にしたいと思います。そして、来年のクリスマスもこうやって皆さんとお話できたらいいな。次こそは生配信で。はい。と思ってます。と、長くなりましたが、こんなグダグダの質問コーナーにお付き合いいただきましてありがとうございます。これからも動画の方も頑張っていきたいと思いますので、ぜひ一緒にいてください。コメントいただけるとすごく嬉しいので、ぜひともコメントいただけると嬉しいです。私の寂しい一人ぼっちの夜の癒しになりますので、たくさんのコメントお待ちしております。本当にありがとうございました。今年も動画アップするする頑張ってしますね。
本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。クリスマス、素敵なクリスマスお過ごしください。予定がなかったら私の動画いっぱい見てください。ありがとうございます。